体幹はこっからこっち側にこうやって入ってくる。バットがこうなってるかこうなってるかだけでも全く違うわけでしょ。体を温めた方がいいか冷やした方がいいかとか。あとは冷やした方がいいってあるの？高木さんは体を冷やしてダメな方で。ちょっと待って、あって俺のいつ分かったのそれ。最初こういう感じで、はい、僕はちょっとこうやって引っ張らせていただくんで、うん、武さんはそれに対してこう抵抗して、抗、はい、そうですそうです、これは入ってきますね、うん、でこれでちょっと抜けてきちゃうっていう、はい、この角度で全然違うね。全然違いますね。これだと力入ります、うん、こうやってやると力が抜けてくるっていうね。武さんこうやって水平にこうやって、はい、はい、引っ張ります。はい、これで力が、はい、だからルーティーンって面白いね。いや、そう考えると、はい、その選手の一番いい形っていうルーティーンを決めていくことがやっぱ最終段階になって、そのルーティーンっていうのを作っていく感じで、視聴者の方は高木さんのバッティング、もうちょっと見たいと思うんで、ちょっと先ほどのこっち側の感覚作りながらこっち側の感覚をこう作っていくっていうやつをちょっと体感していただいて、それでさっきのバッティングとこう比較してこうどんな感じになってるかっていうのをやらせていただいていいですか？全然いいです、はい、このアウトコースのラインですね、はい、これを見ながらこうやってやっていただいていいですか？はい、引っ張ります。これで力入りますね、はいはい、これをこっちのライン設定すると力が今度は、うん、抜けますよね、はい、なのでやっぱり外輪の目っていうのは絶対外さないぞっていう感覚っていうのは高木さんにとってものすごく大事だったと思います、はい、この感じですね、うん、はい、そしたら力変えてないよ。これ変えてない言われるでしょ。言われます言われます、はい、ちょっと高橋さん左、この左手なんですけど、はい、この親指側をちょっとこうやって触っていただいて、はい、はい、これで引っ張ります。はい、あ、いいですね、うん、今度ですね、ここ、うん、ここをこうやって触って、はい、でこうですね、はい、うん、じゃあ今度こっちを触っていただいて、はい、こうやってやります。高橋さん、やっぱりウォーミングアップは結構しっかりする方だったですか？上下とか。まあでもする方だったと思います。歩きから走りとかそういうものをバッティングの動作につなげていくっていうのが大事だっていうことを、何かの YouTube で見させていただいたんですけど、普段のこう何気ない動作っていうのをこう動作につなげていくっていうのをやっぱり大事。まあ、例えば走り出すときに一歩目つま先に必ず体重を乗せたりだとか、やっぱバッティングってつま先から体重が逃げたら、うん、やっぱ操作が効かなくなるので、いやだから一歩目っていうのはもうとにかく 親指に乗せようっていう意識はありました。そしたら高橋さん、まず左手からなんですけど、はい、左手にそのバット持っていただいて、左手はどっちかというと下げる役割なんで、はいはい、こうトーンとこう下げるような、あ、こういうウォーミングアップですね、はいはい、そうですね、あ、そうですね、そうですね、そうそうそうです、下に落とします、そうですね、そうです、そうです、そうです、はい、これぐらいの強度だとたくさん量をこなしても全然体が壊れないんですけど、確実に内側の筋肉を動かすトレーニングにはなってくる、はい、これをずっとやっていたいですね、はい、またもだよ、はい、すみません、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今度は右手に持っていただいて、はい、右手はこう上がってくるのと巻き取ってくるという、はい、これが大事になってくるんで、上げるっていう感じで、そうですね、パーンとヘッドを立てていくみたいな、そういうイメージ、そうです、すみません、そうですね、そうですね、はい、うわー、いい感じです、うわっ、うわっ、うわっ、いいです、右手はヘッドを立てるやばいですね、はい、はい、はい、いきます、OK です。そしたら本当簡単な刺激で、はい、これバスケットボールなんですけど、はいはい、壁に向かって手こうやってやってるみたいな、こうやってさせるんですか、これ30回程度お願いします、はい、これは手からつながってくる筋肉に刺激をいっぱい入れてきます。こんな感じがします、としてくる、はい、いや結構くるね、こんな軽いのこ, れ、ね、これが内側の筋肉意外と使ってないっていう感じなんです、うん、はい、
じゃあ今度はこれをこうやって持っていただいて、ちょっと下に向けてこうやって振るみたいな感じですね。はい、ちょっと下に向けてブーッ。あ、そうです。うわ、高橋さんめちゃめちゃ速いですね。あ、そう。めちゃめちゃ速いです。そう。こういうのはものすごいうまいですよ。やっぱりこうバッター扱うのが上手な方っていうのは。ありがとうございます。これでもうだいぶ刺激が入ったんで、はい、これで、はい、左手でトーンと落としていく。あ、そうですね。うん、あ、そうです。トン、そうですね。左手は縦に下です。そうです。はい。そうですね。はい。そうですね。そうです。じゃあこの右ですね。はい、右は縦でグッと上げていきます。はい。はい、そうですね。右を上げます。うわ、すごい。すごいっす。わあ、すごいっす。うわ、これです。うん、バッチリです。ありがとうございます。ラストいきます。ありがとうございます。これで最後にこのペットボトルを持っていただいて、まずは軽くこうやって、はい、振っていただいて体幹に。あ、そうですね。今度はここからここに伝えていくイメージでこうやって。あ、そうです。で、止めていきます。ありがとうございます。そしたら、高橋さん、最初はトスバッティングからお願いします。はい、です。あ、大丈夫。こうやって持っていただいて、はい、右は立てる方、ここでちょっと外していただいて、はい、はい、これで引っ張ります。左は下げる方向に力を入れます、はい、もうちょっといきます。こういう感じですね。これで引っ張ります、はい、よーい、スタート。はい、あ、これです。この感じです。なるほど。はい、はい、じゃあ今度はこっちですね。こっちはもう今度上げたままこう入ってくる感じです。はい、引っ張ります。右手がこうしっかりこうバットがこう上がってる状態で作っといて、左手ドーンと落としていくみたいな感じで。あ、そうですね。これでお願いします。あー、ちょっと OK です。すごい。おー、す、右手立てといて左手で落としてます。あー、いっす。うん、 OK です。じゃあここでインハイ、そしたらここ経由してこっち打つみたいなイメージで、うん、ストーンと、ここを経由するの。そうです、はいはい、経由させて、はい、インハイ、ヘッドを立ててくるイメージで。そう、そうですね、はいはいはい、で体幹はこういう上げていくイメージですね、はいはい、こういう感じですね、はい、インハイいきます。わー、そうです。バッチリです。うわー、すごい。うん、OK です。うん、OK です。うん、OK です。マジです。ちょっと見てみましょう。やっぱ最後が一番良かったのはやっぱりここをちょっと意識したんですよ。あ、で最初のうちはここに来るからグリップを意識しちゃったんですよ。はいはいはい、ここを最後ちょっと意識して、はい、急に抜いたら良かったです。あ、いきなりこっちに入っていくよりもこっちから入っていくっていう感覚って合ってますか。合ってる。いや、だからやっぱここを狙うとどうしてもこういう風な受け方するじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、じゃなくてやっぱ外だとこう入ってからこう抜けようとするからその方が合うんですよね、体の使い方が。いや、マジです。これちょっと映像で見てみましょう。これ最後ですか。はい、最後です。こっちが最初でこっちが最後の方ですね。まず構えなんですけど、このここのアウトコースのラインをちょっとおそらく意識しただけでこれぐらいどっしり感がこう変わってくるみたいな、はい、まあ、そうですよね、はい、で入っていってアウトコースを経由させるぞっていう感じでいくと、ここの
離れとか開きってやつが予防されて、うん、でも体幹はここからこっち側にこうやって入ってくるみたいな感じになるので、こういうつなぎになってきます、うん、はい、バットの出方的にはいかがですか、この辺の感じ。もうちょっとヘッドが下がってもいいかなっていうような感じがしますけどね、はいはいはい、これで、はい、めっちゃ綺麗にいってますなるほど、はい、やっぱ今日来てみて、はい、やっぱ体の使い方とかがよく分かりましたよ。で、まあ、例えば左足がかかとが上がらなければ右肩が開かないとか、まあ、そういうことはあったにしても、やっぱこう自分の体の部位が部位ですよね、もうね、これが落とした方がいいのかとか、うん、もうそういうことが分かっただけでも、うんうん、やっぱ迷いはないんですよね、はいはいはい、それを意識しながら今ちょっと打ってみて、じゃあどうだったかというと、やっぱその通りで、やっぱそれがはま自分の中でハマったなって思うと、やっぱりいい当たりが出てるし、うん、で、ああこれダメだ逃げたって思うと、やっぱ当たりはかすんだってるし、だから非常に分かりやすいというか、はい、ことです。今やっぱこう縦振りが主流っていうか、それはそれでいいとして、出し方ですよね、バットのね、落とし方、その人に合った、それをやっぱりやらないと全てがこういう風になっても良くないし、やるのはいいんだけど、ここでやるのかここでやるのかじゃえらい違いなわけですよ。そうですね、いやそれはねすごくやっぱこういろんなとこ行ってちょっとバッティングを聞いてるんですけど、はいはい、すごく勉強になりました。良かったです。ああ、なんで感覚がこうずれたり、こう自分の迷いなく打席に入るっていうのが、いや一番ですね、一番大事っていうことを今日学べましたんで、やっぱり自信に勝るものないじゃないですか。あ、だから大谷だって自信が揺らいだことって多分ないと思うんですよ。なるほど。やっぱ落合さんでも王さんでも、はい、多分自信っていうのは揺るがなかったと思うんですよね、うん、自分のものを確立してるって、それが正しいか間違ってるかそれは別問題として、はい、それまでやり尽くしてるというか、はい、で我々なんかまあ中途半端かも分かりませんけども、はい、いやだけどやっぱこう迷いがなくなるだけで、あ現役時代こういうことがあったらもっと打てただろうなっていう、うん、例えばスランプになって、はい、あれ流してるボールが流しきれてないって言って電話してどうなってるんだって、だからいや乗せ方とか、うん、構えた時にこうなってるとか、バットが極端に言えばこうなってるかこうなってるかだけでも全く違うわけでしょ、うん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 、その角度だけで、はいはい、だからそれがアドバイスとして聞けるとしたら、はいはい、それはやっぱり心の安心感になったでしょう、ね、はいはい、もう迷いなく選手がこう打席に立っていけるように、もうこれはもう子どもさんたちから高校生大学生皆さん野球やってる方がそうやって自分の体を使って迷いなくバッティングを楽しめるっていうように、うん、また頑張っていきたいと思います、ね、はい、子供ってやっぱ成長しますか、はい、このことにむっちゃくちゃ成長します。あ、そうですか、はい、ただそのやっぱこう子供の時中学校1年の時と高校1年の時ってやっぱバッティングが変わったりとかするんですか、それとも体の使い方っていうのは基本的にはもう生まれ持ったものがあって変わっていかないものなんですか。大筋のベースのところっていうのは生まれ持ったものがどうもあるみたいなんですね、うん、なんで先ほどの手がこうやってウルトラマンのこういう感じがいいとか、はいはい、体幹のどこを動かすかみたいなやつっていうのは、はい、2歳児ぐらいの時にもういろいろ出来上がってくるみたいな感じがらしいんです。でそれに対して今度は硬式ボールになったりとか軟式ボールになったりとかスピードが変わったりとか金属になったりとか木になったりとか、この道具と環境が変わることによって自分の知らず知らずのうちに感覚がこう全然ずれてくるっていうのがあったりするん でその感覚をその時の環境に合わせていくっていう、でそれが積み重なっていくとものすごくやっぱ選手ってこう伸びてくるんだなっていう、やっぱその人によってウェイトトレーニングだとか、はい、鍛える部位っていうのは全く違ってくるんじゃないですか、はい、だからね、例えば同じスクワット動作でもなかなかスターティングオーダーで出場機会がない、うん、なんで体はでもある程度刺激入れとかないと動かない、じゃあウェイトトレーニングやるんだけどスクワットすると腰に負担がかかっちゃう、どうしたらいいかなっていうところ でその選手はたまたまいろいろ調べていったところ
スクワット動作するときにこの胸がものすごい大事だったんです、うん、なのでこの胸をしっかり使うことによってスクワットで腰 の痛みを予防できるっていうところが分かって、うん、それでスクワットやってもう痛くないっていうところがその選手の体のウォーミングアップの仕方、温め方につながって、それでバッティングの成績にもつながってくるというのがありましたね。であとは体を温めた方がいいか冷やした方がいいかとか、あとは冷やした方がいいってあるの？動く前に。いやこれね、高木さんは体を冷やしてダメな方で、もうアイシングとかあんま関係ないみたいな感じで、うん、どっちかっていうと汗びっちょりかいてたくさん緩く動かしていく中でどんどん作っていった方がいいお体をされてました、ね、で逆に言うと緊張したりとか疲れが溜まったりすると冷えがこう出てくるっていう、はいはい、体操されてたんで、でこれが熱系の人っていうのは逆に上がってきちゃうんですよ、こう、うん、なんでウォーミングアップやりすぎちゃうとその時はむちゃくちゃバッティング練習とかいいんですけど、試合に入っていったらあれ全然体動かないなみたいな方もいらっしゃって、うん、そういった場合は適切な場所をちょっとアイシングしたりとか冷え の方を入れる方が筋肉の反応が良かったりっていうのもあったりちょっと待って俺のいつ分かったのそれ。さっきちょっと調べさせてさらっと調べさせていただいて。ああそうなの。そうなんですよ、はい、それで分かるんだ。はい、ここは誰でも来れるんですか。誰でも来れます、はい、これはやっぱレッスン料とか、はい、まあ、結構高いんですか。30分で、7700円、はい、で僕は締め料みたいなのがかかってくるんで、まあ、30分で9900円なんですけど、いやそれでやっぱこう1回で自分の形っていうのは出せるんですか。ある程度だ、30分で個人練習っていうと野球の場合結構なボリュームができるんで、月に1回でも2ヶ月に1回でも、まあ、高校生ぐらいだとなかなか部活でね、うん、忙しいですし、まあ、プロ野球選手の場合には動き続けなきゃいけないので、うん、なかなかここに来るってのは難しいんですけど、ただその中でもちょっと寄っていただいたりとか、ね、あとはデータが取ると先ほどの映像でこう やり取りできるんです ね、はいはい、なるほどね。それでちょっとしたズレが次の日の一本につながる、もうこれ1がつくか0かって全然違うですね。全然違う全然違う、ね、1がついたらために次の日から2本とか3本とかね、あるけども、やっぱ0でいけば0になるし、いやなんでこの野手の方は1がつくかどうかっていうのはものすごく大事っていう、例えば0でも明日でも大丈夫ってい う全然ずれてないっていう安心材料、それをどれだけピックアップできるかっていうのも大切だと思いますし、はい、竹さんこれ最後に結果の部分、はい、たくさん数を積み重ねていく中でも前の日4の4だったのに次の日全然上がんない、もう4に0みたいな感じだった時もあると思うんですけど、はいはい、そういうのってどうやって消化されてたんですか。まあでも足し算引き算なんで、まあ、トータル的にシーズン3割打てばいいっていう、だからまあ昨日4本打ってる5本打ってるから、まあ昨日は3の5の3、今日は5の2でやっとけば、まあそんなに神経質になってもあんまり良くないんで、ただ僕左バッターで、まあ、足もそこそこね使えたんで、だからまあ最後の打席は三遊間狙うとか、内野安打1本でも打っとくとか、そういうのはやってましたけどね。だからタコにならないようにはこう頑張って打とうとはしてました。タコにならないようにちょっとしたそういうズレの調整とか、ね、だけどあんま神経質にならすぎないっていう、うん、それとやっぱこうなんかこう技術の崩れとか、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、例えばこうやっとかなきゃいけないのにこうなってたとか、そういうのは自分がどうなってたかなっていうのを回想を4打席して あこれちょっとこうなってたかなと思ったら5打席目にちょっとそれを調整してみたりだとか、そういうことはやってましたね。まあ明日につながることは考えてました。それが自分自身だけじゃなくて、例えば他から自分のことを理解している方からのこういうフィードバックがあるとまた違うだろうなと。それとやっぱり自分のことをこう隅々まで知ってくれてるっていうのは安心感につながりますよね、うん、その安心と迷わず行くっていうところ、いやもう絶対それがあるとやっぱ3割はこう素質のある人だったら絶対打てると思います、はいはい、揺るがない自信、はい、その辺のちょっと迷いが出た時にはぜひお役に立てると思いますので、ぜひお願いします。僕はもう迷わないと思いますまあでもね、ぜひ本当にね、はい、野球を始められるお子さんとかたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱ最初が大事だから、バッティングってこういうもんだよとか、うん、体ってこういうもんだよとか、
やっぱそういうのを知って始めると、うん、やっぱ全然意識も、はい、結果も違ってくるでしょうね、はい、だからまあぜひ本当にあの参考にされるとね、はい、いいと思います。全国、まあ、つつぶらうら、はい、このまあ例えば YouTube 見て、はい、あなんかちょっと連絡を取りたいとか、はい、まあ、いろいろあると思いますけど、はい、まあ、概要欄には貼っておきますけど、はい、ありがとうございます。ただあの来れない人っていうじゃないですか、はいはい、それは映像だけでも大丈夫ですか？映像だけでも大丈夫ですし、ただやっぱり触りたいですよね、触りたいですね、どっかでね、あのどっかであの来ていただく感じで、たった1回で大丈夫なんで来ていただくとまた全然変わってくると思うんで、ぜひお時間いただければ嬉しいです。いやだって俺がこうやってパッと見、はい、こう触られただけでも、はい、自分が迷ってたことがもう迷いがなくなるし、また高めをね、はい、打ち方とか、はいはい、俺のやってることが正しかったって、うん、言われて、ルーティーンも含めて、ね、うん、はいはい、それはもうすごく嬉しかったですし、でもルーティーンってやっぱ体の使い方が自然と出てるんだなっていうのが分かりますね。それで再現性って全然変わってくるんだなって改めて思いました。でもこれを知ってるとキャッチャーって、はいはいはい、あこういうルーティンしてるんだったら、はいはい、こいつ高めに追い込まれたら弱いぞとか低めに落としとけばこれなんとかなるぞとか、はい、分かりますよね。あでももうそういう目を持ってらっしゃる方ってもう間違いなくいるんでしょうね。ピッチャーも多分そういう感覚って持ってらっしゃると思います。まあまあそうですね、はい、まあでも本当に楽しかったです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。